杉洋平まだボールをキープ。11番の高松は真ん中にいるが、高松ボールをキープ。右足打っていくか、まだディフェンダーかわしてシュート、右足ゴール先制点はたたら、前半の8分です。11番高松大輝でした。高松大輝の左足でした。キーパー西田及びません。先制点たたら学園。いや、高橋アナウンサーのリポートでは後半勝負かなという話があったんですが、天木さん、早々と先制点です。そうですね、ちょっとプレッシャー不足ですね。あんだけ持たれてシュート打たれてますからね、キーパー反応できなかったですね。